どうも皆さんこんばんは、ウエストランド井口です。河本です。はい、1週間ぶりでございますけど、はい、先週の金曜日タイタンライブがね、そうか、タイタンライブ、タイタンシネマライブがありまして、全国のね東方シネマーズで見てくださった方々ありがとうございました。ゲストも豪華でね、今回も、新宿カウボーイさんも来られましたし、ブーマー&プリンプリンさんもね、ブーマー&プリンプリンさんは毎回出てるよ。豪華ね、豪華ね。いやいや、なんでその言い方は、そもそもいや豪華は豪華です。それはブーマー&プリンプリンさんも出られてます。ピンクの電話さんが出られましたからね。なかなか本当にないですからね。いや、そうそう、本当にテレビでしか見たことない人たちというかね。というかリアルに言うと、僕らは当然子供の時からテレビで見てましたけど、うん、正直ネタは見たことないじゃないですか。ないっすね、僕らの世代で言うと、うん、やっぱラママとかね、爆笑問題さんが出られてる時とかに出られてたっていう、一緒に出てたんでしょ、ね、ことらしいですけど、だから相当本当に貴重な機会でした。タイタンライブならではですよね。ああいう本当にレジェンドみたいな方がねネタをやってくださるんで、うん、ありがたい限りなんですけど、アンガールズさんも出られてて、まあそうですね、そうか。いや、田中さんがアンガールズの、うん、毎回ね僕らに会うたびにいろいろ言ってきてくれるじゃないですか、うん、ただその、どう最近もなじってんのみたいな、うん、いつものやつね、なじってんのみたいな、すげえ言ってくるじゃないですか、その、うん、罵るね、罵ってるみたいなことをなじるってすげえ言うから、そのそれを山根さんが、山根さんはねブチラジを聞いてくださってるから、そうそうそう、罵るって言えよみたいな、かたくなに言わないんですよ。この間もでも山根さんが田中さんに言ってくれてましたよ、お前もブチラジ聞けよっつってそれはええなんかそこでアンガールズさんでちょっと話してましたから、罵るでやってんだから聞けよお前もブチラジをみたいな広島弁で、楽屋では言って広島弁ですからね、あの二人で喋るときはね、そうそうそう、なんでありがたいんですけど、うん、まあブチラジもねたくさんの方が聞いてくれてますから。そうなんですか。いやいや、それはそうでしょ。よく考えてみてくださいよ、我々くらいの芸人からしたら破格の人数が聞いてると思うんですよ、僕はね。知名度に比較したらとのね、知名度とね、いやそれこそ山根さんが聞いてくださったりしてるわけですから、それはすごいよ。このラジオぶってね、ラジオでも何でもね、この放送をいろんな方が聞いてくれててね、 YouTube でもまあ再生されてますし、ポッドキャストの方でも、かなり聞いてくれてるみたいですから、これかなりすごいですよ。イベントもね毎年やってますし、そうですね、やらせてもらえるしね。だからそう考えたらなんですけど、まあグチラジでもちらっと話したんですけど、うん、その一応こう結構みんな聞いてくれてる割には、その内容がクソすぎるというか、そのリアルを話すととんでもない内容なわけじゃないですか、生活の実態が、僕らの生活の実態が、うん、普通やっぱラジオって、うん、まあ、ジャンクはもちろんのこと、うん、オールナイトニッポンとか、うん、まあ2時間とかって結構その普段のこと話されるじゃないですか、芸人さんとか、うん、まあ芸人さんじゃなくミュージシャンの方でも何でもそうでしょうけどね、近況報告、近況報告、いわゆる近況報告って1週間 の、うん、そのこういう仕事して海外ロケ行ってこういうことがあってとか、大体そういうまあ話でしょ、うん、もっと言うとプライベートでゴルフ行ってとか、海外旅行行きましたね、華々しい生活の話になりますけど、ね、そのシステムでこのブチラジオやるとなると、とんでもないおどろおどろしい内容になるじゃないですか。一般の方はまあ下回ってるわけですからね。だからそれがなかなかないんだよな、うん、普通こういうのって一般の方より上の水準の話をするわけでしょ。そうですね、なんかお金があってこうで楽しく遊んだ話とかね、とか芸能界のこととかをいわゆる言うわけじゃないですか、うん、芸能界がテレビの裏側をちょっと話したり ね、この人が実は裏ではこうだったとか、うん、そういうのは一切登場しない、クソみたいなライブの楽屋での話と、界隈のねライブ界隈の、うん、変なおっさん芸人の話と、うん、あとはもう芸人売れてねえ芸人がいかにクソかっていう話と、うん、でましてや僕らのプライベートまで話したらいよいよもう地獄ですよ。終わってますからね、本当に正式に終わってますからね。正式に終わってんだよ、うん、この間僕は痛感したけど、ブチラジでも言ったんですけど、まあブチラジしか聞いてない方もいるでしょうから、うん、改めて話しますけど、その僕がね一人で住んでますけど、家賃を1ヶ月分払ってなくて、払ってるつもりだったんですけど、いつの間にか1ヶ月ずれてて、うん、もうその期限が切れて家を追い出されるっていうことに、ね、ギリギリまで行った、まあ、実際には追い出される期限は過ぎてるんで、うん、ただ温情で管理会社の方がねうちまで来ていい人でね、たまたまね、いい人でたまたまいい人だったからなんとかしますんで、今月その次の給料日にじゃあ7万円払ってくださいって、その家賃の1ヶ月分、うん、1ヶ月5万円なんですけど、うん、1ヶ月分プラス、うん、
その他のね払ってない分を分割で何とかしますんでっていう優しいありがたさで7万円払ってくださいっていう、わかりました、あの1日には給料入るんでって言って僕もその場を何とか過ごしたんですけど、その月の給料が6万円ですからね。もう絶望でその段階で払えないんだから、その言うんじゃん。いや給料6万円ですから。いやそうなんだよ、その腹立ってんだよ僕も。いや腹立つよ。で夫婦喧嘩で俺その日普通によくあるなんか亭主が給料少ないみたいなね、給料日嬉しくないんだけど俺まあそれはそうですよ、確かにね、夫婦喧嘩完全にまあ我々が悪いだけなんですけども、うん、とはいえそのもうその段階で精神がだいぶやられるじゃないですか、うん、まあお前もそうだろうよ、それ結婚していることによるの、うん、僕だってもうそう絶望になる、どんどん本当にお金がないということにいろんなね、うん、こう何も考えられなくもなるし、捨てちゃろうかって思わん、あれ6万円入っとるけど。いやそう、まあまあまあ、いやほんまそれぐらいなる、わかるわかる、ちょっとわかるよその、うん、いやありがたいしその、ね、自分がダメなだけですけど、クソってもうなる、そう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 、気にも確かになるんですよ、絶対捨てんけどまあ当然ね、絶対捨てんけど捨てちゃろうかと思うよぐらいの、 あれはその給料日付近だ、逆にね、うんうん、でまあそういう気持ちにもなるし、黄色見るとイライラしてくるんだよな黄色い色見るだから一応タイタンの封筒なり、うん、なんとなくイメージカラーじゃないけど、まあ、大体黄色ですから、確かに眩しいしもういやそんなことはないだ、眩しいが眩しいとかないよ別に、眩しい割には中が乏しすぎるよなとしたらほんまに、いやそれでね、まあ、管理会社の方でなんとかちょっとずつこう払ったりして優しいからね、うん、ありがたいんですけど、で僕は芸人ということをこう知ってくれて、カミングアウトしてね、大丈夫ですかと、その、うん、ちゃんとご飯とか食べれてますか、うちのね他の関連会社とかでやってる NPO 法人みたいなので、ね、こういう料理も提供してますんでって、僕炊き出し食うはめにそのな炊き出し紹介されたんだ、炊き出し紹介されたんだよある、この数千人も一応聞いてるポッドキャストとかで、うん、炊き出し食ってるやつが何を偉そうに話してたってなるでしょ。いやほんまそうよ、家がなくて、だからいわゆるもうそういうね、家がない人でさらに炊き出しを食ってる状態で「どうも」とか言って、そのなんか何がどうもなんだよって、うるせえって話ですから、地べた這いつくばれねいや本当にそうなんですよ、もうたまったもんじゃないですけど ね、もうまあしょうがないですこればっかりはね、頑張っていくしか我々ないですけど、売れるもうそろそろ、いやだから売れなきゃもうこの間言ったら本当にもうそういう生活になりますから、売れるか、いやその何なんでそろそろ本気出しますか的に言ってるけど、うん、そろそろ売れますかそれができるんならもう今すぐにやってほしいよ、うん、解放してくれ、まあ、気を解放してくれ、遊びすぎた、遊びすぎたろド M すぎて追い込みすぎた、追い込みすぎた確かに遊ぶにはもう遊びすぎたよ、うん、相当、いやというのもね、まあまあまあそうか、まあだからこれからM1 とかもありますし、やるしかないんですけど、じゃあもう売れるモードで行くしかないですよね、うん、そろそろな、もうそろそろさすがに本気出さないと、のんきに、どうもこんばんはウエストランド井口ですとか言ってる場合ではないですから、ではないよ、いやそういえばこの間もう僕目朝目覚ましたら、うん、朝起きて軽く寝返り打ったら、うん、なんかもう目が回っててぐるんぐるん回ってて目の前が、うん、もう終わったと思うでしょそんなの、うん、そんなことなったことないし、いや怖、めちゃくちゃ怖いよ、一人でもうぐるんぐるん景色が回ってんだよぐるぐる、ああもう終わりだっていう、吐いた、いや気持ち悪くは確かになるんですよ、でもまあ吐くまではいかなくて、でしばらくずっと収まって、ああよかったと思ってもう一回寝返るったらまたなるんだよ、もう怖いし、もううわ本当救急車とか呼ばなきゃって思うじゃないですか、でも一応こう調べたら、うん、まあそういうことあるらしくて別に大丈夫らしいんですけど、うん、願いまさにその症状だったんで大丈夫らしいんですけど、寝返りおったらなんか三半規管にどうたらこうたらみたいになって、あ、まあ、寝起きでね、そうそうそう、ぐるぐる回って吐き気がするけど吐くまでではないっていう、もうまさにそれだったから、まあ、確かに救急車呼んじゃう人もいるらしいんですよ、怖いから、呼ぶよ、怖いもん、怖いでしょもう、うん、怖い怖い、だからそんなのもうそれは別に大丈夫だったけどなりかねないじゃないですか、うん、いろんな精神的不安があるわけです、不摂生とね、不摂生とこんな生活って健康なわけないんだから、わけない、当然人間ドックとか何にも言ってないでしょ、うん、いけないもん怖くて、いやマジでそろそろ本気出さないとやばいぞ、うん、やばいな、本気出して売れるモードに切り替えていかないと、どうする、売れるだから選べるけど、だったら売れる方選ぶだろ売れない方選ぶ意味が分かんない、何やってたんだ今まで、いや売れて売れんのかなと思ってわざと、じゃあその意味がないよ、ストイックすぎてお前が、いやストイックでも何でもね、金がねえんだからもう嫌だよそんなの、嫌だよな、いや嫌だよ、じゃあ売れるじゃあ売れるよ選べるならね、まあまあだからこうちょっとはねそういうリアルもまあ報告できる
まあこれはラジオじゃないけどポッドキャストもなかなかないからね、本当の底辺のみんなよりさらにさらにその下の下の下ぐらいの底辺の話もね、生活も破綻してますからね、生活なんて破綻してますよ、うん、それでねライブで1000円とかもらって、うん、1500円もらって、うん、その取引族で3000円とか使うわけですから、うん、もう生活破綻してんだよそんなの、うん、どん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 人間ダメになってって、あのいやクソ芸人の色に染まっててどんどんダメになりますからね、うん、だんだん恥ずかしいこととかなくなっていくんだよないやその慣れの当てが多分もう家なんかいいやみたいになって、そのいやいやそうそうそう、それになるらしいですね。変な話ああいう生活してる方々ってもうあれから抜け出せないというか楽で、あれがもうめちゃくちゃ楽しいらしい、ね、楽しいらしいっすから、うん、そうなりかねないじゃないですか、うん、もうすでにいいや家賃とかもいいやってなって、うん、もうすでに格好もどんどん気にしなくなってきたりとかなりますから、ね、これはちょっと売れるモードでねこれからやっていきますんでね、うん、公開収録もありますんで、そうですね、ぜひ、何が公開収録でそのクソ貧乏人がその中にいる誰よりも貧乏人がゲロを公開するんだよゲロ公開収録よく見に来るなって話ですけどまだチケット若干持ってるみたいなんでねぜひ皆さん買わんそんなチケット買わん本当すげえよな、なんかまだたまにいるでしょ、僕ら結構お金持ってると思う人、おるおる、その芸人さんでもおるが、芸人さんでもいますね、うん、マジでね、ぶん殴ってやろうかと思う、いや本当ぶん殴ってやるて、そんなこと言うやつは金あると思ってるやつ、もっと言うともう言ってやるか全部本当に言うぞこれは給料言ったぐらいじゃけ、そう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 今日の井口は言うぞ、川瀬名人がね、うん、ユニバースの給料つぶやいてたんですよ、うん、16万だったみたいな、あまあそれ以上は結構常にそんぐらいもらっていけるわけですよ、うん、その吉本の方々って、うん、我々ぐらいの芸人って意外とやっぱもらってるんですよ、うん、そうそうそう、これ勘違いされがちなんですけどね、吉本の方面白おかしく言うんですよ、ただそれは分かんないです、上の方の方は分かんないです、あの、うん、上の方のこと方になると割合とかで多分他の事務所がいいみたいなことありますけど、うん、我々ぐらいの世代の芸人、吉本の人って劇場とかいろいろあって当然ピンキリというかね、うん、いろんな方いますしユニバースが頑張ってるからそれはいいんですけど、ただその金がないスタンスだけは僕は絶対許せねえぞっていう、その吉本の芸人の俺ら吉本なんて金ないみたいなスタンスだけはマジで許せない、あれは違うな、全然あるから、誰よりもあるから、仕事の玉数がまず違うし、そうそう、だから頑張ってるから当然いいし、売れてる方はねこんだけ働いてこんだけかっていうのは、まあ尾形さんとかの話になるとは、売れてる方はちょっとなんか厳しいみたいな、ね、し別に劇場に出ててね、我々ぐらいの人がお金持ってるのは全然いいんだよ、すげえ頑張ってるし仕事すごいしてんだ、で金がないスタンスを取るのだけは絶対許せないぞっていう、それはお前らなんて本当にあるだろっていう、うん、こっちの境界線またいでくるんだ、しそれをあんまり意外と言わないから、僕が声を大にしてどんどん言ってって、その常識をちゃんと教え込まないと、そういうライブに来てるお客さんも吉本の人の方がないと思ってんだよ、思ってん、ね、こっちの方がないんだよ本当に本当にないでしょ、もっと言うと僕らの先輩方もないんですよ本当に、そうですよ本当に、僕らまあまだいいよ、まだ8年9年ぐらいのもんですから、ペーペーっちゃペーペーですけど、我慢できるしね、結果も出してねえし、それはしょうがないんですよ別にね、でも我々の先輩方も苦労されてる方たくさんいますから、何人俺を食えてないファイナリストが、いや本当にそういう状況ですからね、これは頑張って打破していくしかないけど、やっぱその金がないことにより我々もやっぱギスギスした放送になりますんで、いやそうそうほんまにな、このまま売れなかったらどんどんブチラジが、その漆黒の放送というか、その本当の喧嘩というかね、マジでイライラするよな、ずっと最近イライラするよ、イライラするっていうか何にも考えられないんだよ本当に、一回これぐらいみんななってみ、マジで何にももう脳の9割9分がお金がないという恐怖で震えが止まらないんだから、家に入った瞬間にそれでこういうところで喋ってなんかごまかして、そのなんかあの気を紛らわしてるだけですからね、ブチ出しとかお笑いライブで気を紛らわしてるだけで、大きい声出してね、大きい声出して気を紛らわして、家に帰った瞬間もう震えて、どんだけ暑い日でも布団にくるまってなんか本当に過ごさなきゃいけないぐらい、関節も痛いし、関節も痛いしカチカチになってきてもう動けなくなって、あのなんかやりゃいいんだけど何もやらなくなって、どんどんねやれよって話なんですけど、できないですよね、動けないから、もうお金がなかったら動けないから悪循環ですよ、うん、お金があったらもうちょっと動けるんですよ、そうなんですよね、お金があることにより体が稼働するんですよ、お金の数ですからね可動域って、うん、ほとんどそのお金の金持ちはもうグニャングニャンで本当ね、金持ちはグニャングニャンでもうほぼ液体みたいな感じでどこでも移動できますけど、うん、我々もお金がないとどんどんカチカチになって可動域が狭まって動かないんだよ体が、うん、ターミネーターの新しいターミネーターだったらまだいいけどね、 T2 じゃねえわ、あのあれあれ一番新しいやつですか、うん、まああのぐらいのカチカチさになりますから、これはねちょっと頑張って、お金がないことによって動けなくなって何にもできなくなるっていう、これどんどん悪循環ですね、これはあるある、
でお金がある人ばっかりどんどん動いていくわけですから、うん、なんとか打破するように、じゃあ売れるモードに切り替えて売れましょうこれからやりますんでね、下半期頑張りますんで皆さんねこれ聞いてくれるかな今後なんてね、大きい声出したけんな、いや大きい声出したぐらいでいいでしょ、バリバリバリになっとるで絶対、バリバリバリとはなるでしょうけど、うん、それが許してくれよ、金がねえんだから、まあね、金がないんだからもうちょい許せよって話なんですよ、そもそも金がねえんだから引こうとしたのに置いた金がなかったら何でも許してほしいよ、もうちょいなんか欲しいよな、免罪符的な金がないという、何にもできないんだから、電車タダにしてほしいもん、電車タダにしてほしいよ、金がないんだから、うん、金がないのに電車も取るだろ、電車代も、電車代結構いるんだよね、平気で取るだろ、うん、JR からそのメトロとか私鉄に乗り換えたらその分も普通にプラスで取るし、取る取る、こっち金もねえのに、うん、金がないのに結構と消費税とかもすげえ取るし、 8% で俺らなあ、そう 8% 取んでしっかり、 2% だろ俺ら絶対に、確かに なあ 2% にしてくれよな、金もない、そんな社長とかが払えや20%ぐらい、20とか、うん、こっち金がないんだから、金ねえんじゃっけほんまに、 2% にしてほしいよな、うん、しっかりそのね金取られますから、うん、おかしいんだよ、まあ、所得税こそねあれがありますけど、全然払ってはないですけど、ね、消費税もそうしてほしいよな、金持っとる人はいっぱい取るみたいな、なで、どうせもし今後僕ら金持ちになったらそれはそれで文句言いそうです、言うよ、だってもう精神が病んでるわけですから、うん、医療もただにしてほしいよ、病院とか、あ、そうそう、ほんまそう、病院行けれんのんだっけ、病院も行けれないし、何にも変な話できないわけですからね、うん、ちょっと休みがもしあったとしても家から出られないわけですから、出れん出れん、もう歩くしかないわけです、歩くという選択肢しかないですからね、うん、水汲んでなだからいつの時代の旅だもん本当旅ですよ、ただのね、なんでまあ頑張りますんで、そういうねものを背負ってこれをやってるんだと皆さん思っといてくださいねそれではそろそろ行きましょう、ウエストランドのブチラジ、今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです、ブチラジ公開収録案、8月4日に開催されるブチラジ公開収録に関するアイデアを募集してます、あ、コーナーできたんですね、あ、そうなんですね、もうすぐありますから行きましょう、はい、ブチラジネーム手裏剣投げる時だけ右利きいいよ、なんなんだよそれ、左で、ね、七曲りさんだ、ナス持ち上げる時だけ的なね、絶対左利きなら左で投げた方がいいよ、うん、危ねえなら命関わってんの絶対その時、井口さん、河本さん、スタッフの皆さん、こんばんは、はい、こんばんは、初めて投稿します、うん、公開収録で販売するメニューを考えました、うん、商品名、井口家の〇〇棒、何なんだそれ、販売価格500円、うん、内容、紙袋の中に棒状の駄菓子を入れて販売、うん、当たり外れがあり、うまい棒1本の袋なども作れば、うん、バシコバ社長も2枚詐欺だよもうほとんど、大当たりは井口さんが現在使用しているテレビ棒にサインを、売れ残ったとしても中身が駄菓子なので大きな損失にはならないと思います、ぜひご検討ください、いやなんで僕んちのテレビ棒取ってくんで本当に、まあでもいいですね、これぐらいのことはやっていきましょう、うん、これに準ずるようなことはやっていきますんでね、どんどん買ってくださいね、で買わねえからな本当に、これふざけたのだけ作っといて、そうなんだよな、前回のそのCD の件、こっちまだやっぱ根に持ってますからブチラジの CD 取り下ろしの売ったら全然売れなかったっていう事件ありますから、三四郎さんの時にまで売ったのに関係ないツーマンの時にまで売りましたからね、でもまあちゃんと考えてくれてんすね、いいと思います、行きましょう、はい、西中の四天王凪と、うん、井口様、河本さん、スタッフの皆さん、こんにちは、はい、こんにちは、公開収録で販売するグッズを考えてみました、ありがとうございます、焼き印入り木製うちわはどうでしょうか、木製うちわ、8月なのでちょうど真夏です、なのでロフトのエアコンをすべて止めます、うん、なんでだよとんでもねえことになるぞ、そうすれば室温が上昇するのでみんなが涼しさを求めてうちわを買い、うん、マリオのアクエリをガブ飲みするので飲食の売り上げも倍増です、いや怒られるよください、え、木製うちわなんてあんのかそもそも、本当にあるある、あるんで木のうちわ、うんうん、まあ確かに夜勤はどっかで使わなきゃいけないですから、まあね、夜勤のアイデアはみんなちょっともっと真剣に考えてもらわないと、ロフトのエアコンなかったら死ぬぞみんな、いやだからそしたらもうとんでもないことになるからこれはできないですけど、まあ夏に関連するものを売るのはいいかもしれないですね、うちわね、うちわね、うん、いいんじゃないですか、うん、結構ね、はい、うちらじね、無農薬動物、うん、井口様、河本さん、ヨッシー、こんばんは、いやヨッシー、僕らにカラオケスナックを紹介してくれた謎のおじいさんね、ああ公開収録のメニューは考えました、うん、メニュー名、ヨッシーに感謝の紅白イカのおつまみセット、だ関係ねえんだよヨッシー、1回しか出てきてねえだろうが1年で、先週出てきただけだろ、井口様たちに素敵なカラオケスナックのお店を教えてくれたヨッシーに感謝の気持ちを込めそれほど感謝してねえよあいつに、別に赤い帽子をよっちゃんイカ、白くて長いヒゲをサキイカで表現したおつまみセットですいいよそのヨッシーの顔を模したものをしなくても、ヨッシーは井口様たちが言ったあの日のカラオケスナックと同じぐらい楽しい公開収録に誘ってかっこいざなってくれるでしょう、どういうことなんで、いいよ、なんでそいつこいつらヨッシーハマってんだよ、
まあ確かに、まあまあね、一回言いました。おつまみの案もね。なるほど、これじゃあこのコーナーで今後もいろいろ料理もオリジナルメニューも物販もちょっと考えていかないとね、募集していきましょう。本当にいいやつは採用、今までも採用してますからね実際ね、うんうん、ちょっと我々ももうそのアイデアが尽きてるんで3回目してアイデアがもうここにいるメンバー尽きたんで枯渇したんで完全に、はい、2回やったらもう枯渇したんで皆さんからのアイデアを積極的に募集して、ね、採用しましょう。もう我々は何も思いつきません。終わりました皆さんお願いします。ちなみにそのあれ誰かな、翔ちゃんかっこイケメンか誰かにつぶやかれてたんですけど、うん、先週の放送でブチラジお前ら何サボってんだよもっと考えろみたいなこと言ったでしょ、うん、前回の公開収録終わった日の僕のつぶやきで、うん、今回は皆さんにいろいろ頼みすぎてすいませんでした、次回は僕らが真剣に考えるんでみたいなことつぶやいてたのに1年後にはすっかり忘れて、おめえら考えろみたいな。失敗するさって言ったら最低です、ね、最低だな、でも本当にお願いしますね。もう浮かばないんで、会議したけど浮かばなかったんで、もう俺はしょうがないです。いろいろ調べたけど金額が合わなかったりしてもう全部またゼロからになってるんで、もう煩わしいんでね。一回会議したんですけど全部金額的に無理だったんでね、うん、計算が甘いんでみんな、はい、どんぶり大どんぶりよく計算したら全然無理だったんで、はい、それはできないので皆さん送ってきてください。以上ブチラジ公開収録案のコーナーでした。続いてはブチクラウド、ブチラジでいつか行うかもしれないクラウドファンディングのタイトル、金額ごとの内容を送ってもらうコーナーです。行きましょう。ブチラジネーム海流、おう、はい、ウエストランドのファンクラブができた時のクラウドファンディング、いいですね。年間1000円コース、うん、年に1回開放が届く、おお、リアルですね、うん、年間5000円コース、うん、年に1回開放と一緒にモバイルバッテリーが届く。いらねえだろ年に1回も、もう多分そろそろだぞ使える期間も。年間5万円コース、うん、年に1回河本さんとキャンプができる。そんな5万円もなくても別にいいよ。いやじゃ5万円もらったっていかんぞ。何なんだよわがままだな。キャンプでは尖っとるけどな。うぜえな。うぜえな。そんな足でまといじゃん。うぜえ。うぜえ。マジ初心者が来たらキャンプ初心者が来たら。うざいうざい。何なんだよ。女子供は連れていかんし。連れて何なんだよそのストイックさ。全然売れるかそんなやつ。キャンプにだけストイックに来やがって。行きましょう。ブチラジネームマハシ公園、うん、バシコバクラウドファンディングイン公開収録、うん、500円コース、バシコバ社長がオーダーを取りに来てくれ、料理を運んでくれる、おお、いいじゃないですか。1500円コース、うん、オリジナルカクテル未来の自分を2つのストローでバシコバ社長と一緒に飲める。よく覚えてるな未来の自分。3万円コース、うん、プレミアムシートで公開収録を観覧でき、常駐コンシェルジュとしてバシコバがつく、うん、おーいいじゃないですか。まあバシコバ社長はもう獅子奮迅の働きをしなきゃいけなくなりますけどね。こうなると常にフロアに出とかロフトの社員さんだろもうそうなった時も休まらん。あでも確かに公開収録系でもなんかやれたらいいですからね。そうですね、うん、これはいいんじゃないですか。ブチラジネームしょうちゃんかっこイケメン、お運動会に井口家を呼べるクラウドファンディングです。なんでだよ。1万円コース、10段ピラミッドの一番上を井口様がやってくれる。どういうことなんだよ。勝手にやっちゃダメだろそもそも。何の運動会だよ。何言ってんだこいつ本当に。組体操じゃない。組体操、いやだからな、何の運動会、小学校とかの、うん、勝手に僕言ったらわけわかんねえだろ。10万円コース、給水所でマリオがアクエリを提供してくれる。だ何なんだそれ。1000万円コース、正和が猟銃で徒競走のスターターをしてくれる。だからいいよもういじんな。本物でね。本物というか、まあ、猟銃ね。そんなことやっちゃダメだし、何なんだよ。勝手に運動会行って怒られるに決まってんだろ。人に向けられますけどね。向けられねえよもうやめろマジで。もうゆっくり暮らさせてやってくれよ。まだまだ使うぞ。ボロボロになるまで使うぞ。かわいそすぎるだろ、一生懸命頑張って助役務め上げてやっとこのね悠々自適に暮らそうと思ったら知らないところでこんなにいじられて。いやいや、あらがすごいもん。あらなんかねえわ。以上ブチクラウドのコーナーでした。続いては罵り先生、罵り先生こと僕が皆さんの失敗を即興で罵ることでその失敗をチャラにしてあげようというコーナーです。気が立ってますからねこっちもね。ブチラジネーム、のど飴とムチ。なんだそれ。いいよ、飴とムチの飴のとかのど飴だったら最悪だろうが。全然嬉しくねえわ。のど飴もう舐めるってことは一回喉が痛いとかマイナスになってる状況なんだから、両方ムチだろこんなのは。ムチとムチじゃねえかよ、そこ気づけよお前。井口さん、小本さん、こんばんは。ああ僕は現在大学4年生で就活活動真っ只中なのですが、どうせやってねえだろお前就職活動ちゃんとやってんだろうな。一次面接で15連続で落ち。やってはいるけどダメなタイプか。どうしようもねえじゃねえかよ。頑張れよ。一次面接でそんな落ちんなよ。受かるよ。何やってんだお前一次面接で。
やる気をなくし1週間以上何もせずほぼ家でゴロゴロしています。ダメなんだよお前、マジで就職しないととんでもなくなるぞ、こんな風になるぞ金がないのがどんだけ辛いか今散々教えてやってたぞ、あれになりたくなかった、炊き出し食いたくなかったら就職しろ炊き出し食うはめになるぞ、炊き出し食ってこっちはライブ行く画面なんだから、そうだ考えられないだろ、炊き出し食ったとライブ行くやつ見たことあるか、炊き出し食ってるライブ行って、たまには炊き出し食って収録行く時もあるわけですよね。あるだろうな、とんでもねえ生活になるぞ、悲しすぎるだろ炊き出し食ってる芸人嘘が、おまけに愚痴ラジオ1ヶ月で3年分聞き終えてしまいました。何してんだよ、何がしてんだよマジで。井口さんこんな僕を乗らせてください。今のオープニング聞きゃ就職しなきゃまずいとは思ってたろうからな、まずいですよ、とにかくオープニングを何回も聞きゃ、15回聞けよオープニング、うん、就職した方が絶対いいんだから、就職ってすげえいいんだから、金とかもらえるし、就職しなかったら金もらえないんだから、ね、うん、愚痴ラジオネーム海流、うん、井口さんのお稲荷さん、河本さん、おはこんばんちは。何なんで変なとこいじってくんな急に、下ネタみたいに入れやがってよ。僕は8月のブチラジ公開収録を見に行くべく平日開催のため、うん、早めに上司に休暇を申請しました。おい偉いじゃないか、いつもライブも来てくれてるからな、それはいいことだよ。どうしたもう8月の休暇申請とかなんかあるのと上司に聞かれたのですが、うん、僕はあいやと地元の友達の結婚式があるのでととっさに嘘をついてしまいました。なんでだよ、いいだろ別にそんなの言えよ、恥ずかしいことではあるぞ、ちなみに公開収録、ブチラジの公開収録に行くなんて恥ずかしいことではあるけど、ことでは言えよ、いいよ会社の立場どなったっていいだろもんなの、さっき言うことちゃういいよ、会社の立場もう就職してんだから大丈夫、ああ就職前は大変だけど就職してからもうどなったっていいんだよ、あと働きゃいいんだからね、クビにさえならなきゃ、クビにさえならなきゃいいんだから、さすがにクビになんねえだろ、うん、ブチラジって言ったぐらいで、まあね、そんなそのキラーワードじゃねえだろ大丈夫だろただ恥ずかしい感じになるぞ、うん、いろいろ追求された時はうまくごまかせよ、何ですかってなった時はうまくごまかせよ、お前のそっからトークの勝負だからなバレんねん、聞かれたら終わりなんだから、金がねえやつの放送っていうことバレたら終わりなんだから炊き出し食ってるってバレたら終わりなんだから食ってはないよまだ、まあ、ギリギリでいい、この時でも8月には食ってる可能性あると思うただ今食っててもおかしくはないっていうね、そう食ってない、プライドみたいなんて邪魔してるだけで、うん、食えるもんなら食うよもう、で食い出したら多分止まんなくなるよ、もう炊き出しに染まるよ、3食炊き出しになるよ、うん、時期で炊き出しになったら言うわ、嫁も子供もなんでお前の家族もお前は頑張れもうちょっと、すると、へえそんな平日に結婚式するのかと嫌味っぽく言われてしまいました。だそうだろ、バレる嘘つくなよ、そんな嫌味っぽい上司を罵って気分よく休暇をくれる上司にしてください。いや上司は関係ねえだろ、そりゃそうだろ、もうちょっと嘘決めてから嘘つくんなら、うん、無理だろ結婚式なんかないのバレんだから、コンサートとかでいいね、なんかうまくやれよ、あんなの有名な人のクソったれがよ以上野々重先生のコーナーでした。さあエンディングです。ブチラジは YouTube とポッドキャストで配信しています。すべてのコーナーへの投稿はこの動画の詳細欄の URL からフォームへ入力してください。ステッカー T シャツを希望する方は住所氏名忘れずに書いてください。はい、そして告知です。はい、タイタンライブ Under40、こちらがですね6月19日月曜日19時半からもうすぐですね、はい、ありますんで、こちらチケット発売中ですのでぜひよろしくお願いします。なんでね、まあタイタン関連のライブもありますし、はい、公開収録のチケットがもう結構減ってきてるみたいなんでぜひ買っていただいてね、お急ぎで、まあ我々も考えますし皆さんもちょっと本当にアイデアのコーナーできたんで、うん、だから何でもいいんですよ、そのバシコバ社長のオープニングアクトでも、ああ、そうですね、オリジナルメニューでも、うん、まあ内容でも何でもいいですから何か送ってもらえればね、うん、いいのがあれば採用しますんで、うん、よろしくお願いします。そしてグッズも買ってほしいですからね、それがそう、どういうのがみんないいんだろうな、どういうのが欲しいんですかね、あんまりそういう心理もよく分かんないでしょ、正直分かんないです、あんまりなんか誰かのこう熱狂的なファンになったこともないし、あとその俺らの名前なりそのブチラジの名前なりがついた時点でも欲しくなくなる、恥ずかしいわけじゃないですか、まあまあまあそうですね、その人には見せられないですよ、うん、だからね、その例えばかっこいいそのバンティーとかね、バンドのかっこいい好きなバンドの T シャツとかは欲しいでしょ、まあそりゃそうですよ、はい、俺らの名前が入ったのなんかはずいじゃないですか、まあそりゃそうですよ、結局何にも作れんよなそんなだからまあ食い物とか和菓子とか、いや関係ないじゃないか全然まあ家に置くものですよね、主に家置きたいかお前、いやいいいいだろ、みんな置きたいだろ、僕は置きたくないよ正直で最近は僕ブチティー着てますからね、パジャマとして、終わりじゃん着るもんもねえしブチティー着て炊き出し行こうよそうですね、みんなでみんなでってなんなんていうのほんまにみんなでみんなでブチティー着て炊き出し食べながらね、うん、まあ炊き出し食う日もそろそろ近いんで、外で食う飯うまいですからね、
でそういよいよそう言い出したら青空の下でね、だんだん炊き出し空港とどんどん正当化してってする方向に持っていかんと。まあこの時期は外で食べた方が美味しかったりしますからね。でみんなでこう食べるとね、そうみんなで食べるより美味しさを増しますからね、うん、炊き出し食いながらの放送もなかなかないですからね、まあ味なんかのレポートも今度してたいと思います。ああいいね。そちらも売れろまず。今週はいろいろぶちまけましたけどね、ウエストランドのブチラジ今週はここまで、また来週です。さよなら。ありがとうございました。毎週木曜日夜8時はウエストランドのブチラジ。